高松市江南歴史民俗郷土館で江南中学校の美術部員が手掛けた作品を紹介する舞展江南中学校美術部が開催されました。これは美術部員が部活動を通して地元の魅力を発信するとともに地域の人々との交流を深めることを目的に実施したものです。今回の企画展では令和元年から3年間にわたり制作した作品およそ50点が展示され、全国中学校美術部コンクールで入賞した絵画をはじめ、ミロのヴィーナスをかたどった像を近未来的に装飾した造形作品などを紹介。特に香川文化芸術祭の舞台衣装として制作した亀の甲羅の作品では、甲羅の内側に実際に舞台で甲羅を背負った出演者と部員が交わしたメッセージが貼られており、作品を通じた温かい心の交流の様子が伝えられていました。会場では来場者に部員が作品への思いや作品ができるまでの過程を説明する姿を見られるなど、自分たちの作品が多くの人々に共感してもらえたことに嬉しそうな表情を浮かべていました。私たちがこう説明している時も、これすごいねとか、このことやってるんだとか、いろんなこと言ってくれて、私たちもこう部活でやってきたのが、やってきてよかったなって思いました。地域の人々に見てもらいたいなっていう思いでやりました。いろんな人に見てもらえて嬉しいなと思いました。いろんな人に見てほしいなって思います。みんなで協力していろんなものを自由に自分の感情とかを表せたらいいなと思ってやりました。江南中学校美術部は今後も作品制作を通して学校と地域の人とをつなげていきたいとしています。